こうやって見るとなんかリナポンがちょっと見えますね。リナでかいからね。こちらが。アルキメイトシーフードクラスターというものですね。すごいね。結構なボリュームですね。いろんな種類楽しめますね。美味しい。カキ。みずちゃんはエビですね。食べてみます。みずちゃんも名前がキ。レモンかけたら美味しいと思う。うん、レモン。わっ。うん、じゃあムール貝を。こちら食べます。皮むけた？上手。本当だ。鼻の下赤いの取れてる。だいぶ。取れたでしょ、唇のね。苦しかったら大量にかき食べて大量に当たってまあ、ね、結局ね焼いたかきと生牡蠣を交互に食べてた、うん、だから焼けるまでなくて生牡蠣から食べたんだよね。そう、やっぱり生は来るよね。生は来るね。あとは皆さん、うん、握力なくなっちゃって、あと中に取れた握力なくなっちゃって、でもペットボトルの蓋とかさ開けてたからほら、美味しそう。ミラコンの顔。なんちゅう髪型持ってんの。これちょっとなんか殻がついてる。あ、これ殻いく。中身取って、これ。これ、中身取って。おじさん食べる。メインが来ましたね、メインが。ハンバーグとあと黄金焼きだね、ロブスターのね。そうそうそう、美味しいですよね。満足。うん、それじゃチキンだね、これね。チキンです。そう、あ、いい、つけなくて大丈夫。黄金焼き、はい、チーズついてる。熱い、熱い。これパスタね。熱くない。これクリームパスタかな。ねえ、カルボナーラ。ママはステーキとおぼん焼き。ふう、ママこれが食べたくてね。フィンランドないもんね。あ、あるのかもしれないけど、やっぱりなんか日本っていうと、ほかこれハワイとかね、アメリカなんだけど、やっぱり日本来るとこれ、ここ欠かせないわ。プレート作ったりとか。美味しい。止まっちゃった、止まっちゃった。美味しい。美味しい。美味しい。やらない。
ぐにゃんぐにゃん、ほら、ぐにゃんぐにゃん撮ってるの。じゃあ今度、おいらちゃんが3分ぐらい早くできる。おほほ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 レッドロブスター日本上陸40周年深海にいる幻のカニディープシークラブ、じゃじゃーん、どこもマスク、美味しかったね。美味しかったね。もう早速ね、空港から直行でレッドロブスター来ちゃいましたね。それも飛行機の中でランチを食べて3時間しか経ってないというのにしっかり食べました。イラ君大丈夫か。もう飛行機そのままだから、ママもこのサンダル、イラ君もビーチサンダル、イエーイ。美味しかったね。やっぱりさ、日本来てレッドロブスターいいね。いいね。日本のじゃないけど。